コーチも頭が痛いところです。分の悪い日本ハムを今日は打ち負かしたい近鉄は2回ノーアウトから7番藤立がレフト前ヒット、続く古久保が初球バントの構えから積極的に打って出て左中間を破る三塁打、2対1と近鉄勝ち越します。しかし日本ハムも3回ベースの打球は絶不調をライト新井の前へポテン、これがラッキーな三塁打となります。そして6番片岡もセカンド大石の頭の上をフラフラっと超えるタイムリーポテンヒットで日本ハム同点に追いつきます。近鉄は8回ワンアウトから石井が果敢に走って盗塁成功、このチャンスに松浦からガッツマン村上がセンター前へうまく弾き返して3対2近鉄が勝ち越します。そしてとどめは古久保がレフトスタンドへツーランホームラン、近鉄効果的な7安打で日本ハムを。2位の高村が雨の影響で12日ぶりの先発、2回に1点を先制した西武は3回3番清原、逆風だったのでちょっと心配だったという当たりはライトスタンドへ7号ホームラン、5番デストラーデ、高村フォークが落ちませんでした、10号ホームラン、西武がホームラン攻勢で3対0とリードを広げます。このあと4対1となって7回近鉄は5番石井、この内野安打でノーアウトフルベース、西武先発の石井にプレッシャーをかけます。6番村上、犠牲フライとなって4対2、なおワンアウト二塁一塁で7番松久保、スライダーを捉えます。タイムリーツーベースヒットとなって近鉄4対3と1点差に詰め寄ります。ここで近鉄は左の代打構成をかけ勝負に出ます。いろいろ考えたという森監督の結論は石井続投、石井得意のパームボールでピンチを切り抜け監督の期待に応えます。追い上げられた西武はその裏ツーアウトから近鉄4人目の山崎を攻め一塁二塁、近鉄は山崎に代えて入木をマウンドに送ります。6番石毛、ショート足立、フルベースとなったところで近鉄今度は左の清川にスイッチ、バッターはピンチヒッターの鈴木健、清川が踏ん張ります。今日の近鉄7人のピッチャーを投入して必死に防戦、終盤に望みをつなぎます。しかし西武は8回から石井をリリーフした塩崎が好投、結局西武が4対3で接戦をものにし近鉄とのゲーム差を1としました。5回の角が9日ぶりで先発しました。角は立ち上がり近鉄のトップ大石、2番が新井、そして3番ブライアント、3者連続三振、まずまずのスタートを切りました。近鉄の先発は中5日でエース野茂、ここ2試合連続シャットアウトの野茂ですが今日は立ち上がりからコントロールが悪く2回デッドボールと連続フォアボールで2アウト満塁、続く9番田辺には2ナッシングから押し出しのフォアボール、野茂ここまでで早くも4つのフォアボールであっさり西武に1点を与えます。西武は続く3回2アウト2塁で5番デストラーデ、初球145キロのストレートでした。今日の野茂さん早いので負けないように鋭く振ったというデストラーデ、2試合連続の11号ツーランホームランで西武が3対0とリードを広げました。3回まで1安打の近鉄は4回3番京が30歳のリード、近鉄初めてのロングヒット、ワンアウト2塁と反撃します。5番は7回戦で角からホームランを打っている石井、4球アウトコースの後の5球目インコースのストレートを完璧に捉えました。7号ツーランホームラン、さらに近鉄は5回ワンアウトで9番吉田、ワンエンドワンからのやはりインコースのシュートを狙いました。近鉄3対3の同点に追いつきました。しかし毎回ランナーの西武は5回2番平野が5つ目のフォアボールでノーアウト1塁として3番清原、フルカウントからの140キロ台のストレートでした。相手のエースを打ちたかったという気迫の一打は2試合連続の8号ツーランホームラン、西武がホームラン攻勢で5対3と再びリードを奪いました。
その高柳、立ち上がりピリッとしません。1回オリックストップの松永をフォアボールで歩かせます。この後ツーアウト三塁となって4番石峰、フルカウントから真ん中に入ってきたストレート、高柳の失投を見逃しません。タイムリーツーベースとなってまず1点。続く高橋聡はこのところ調子を上げています。初球のスライダーをフルスイング、高橋の第10号ツーランホームランで3対0。オリックスはさらに3回、今日1軍登録したばかりの東部ソロホームランで4対0とリードを広げました。オリックスの先発伊藤敦則に抑えられていた近鉄4回、トップの5番石井、初球のストレートを狙い打ち、打球は一直線に左中間スタンド、石井の2試合連続の8号ソロホームランで4対1です。近鉄は6回から高柳に代えて佐野をマウンドに送りましたが、石峰、高橋聡が連続ヒットでノーアウト3塁2塁、ここで6番村上、ワンボールからの2球目、やや詰まった当たりでしたが2点タイムリーツーベースとなります。近鉄の継投が裏目に出て6対1となりました。小川、続く高田の連続ツーベースで勝ち越します。ここで9番柴原、近鉄の先発佐々木のワンボールからの2球目、真ん中のストレートでした。手応え十分だったという当たりは今シーズン第1号のツーランホームラン、オリックス4対1とリードを広げます。一方近鉄はその裏、連続ヒットでノーアウト2塁3塁として、今日1番に入っている村上、オリックス先発は長谷川、ワンスリーから高めのストレートをマシンで捉えました。村上の特大の4号スリーランホームランで近鉄同点に追いつきます。さらに大石のツーベースの後3番リード、オリックスの2人目野村の高めのカーブを見逃しません。近鉄は久々に集中打が爆発、リードの7号ツーランホームランで6対4と試合をひっくり返しました。自己リーグで最も多い7敗の星野、それはひとえにいつも打線の援護がないためですが、1回1番松永、2番福田の連続ヒットなどでワンアウト満塁。ここでこのところ絶好調の5番高橋聡がセンター前ヒット、ランナー2人が帰り近鉄に先制パンチを与えます。さらに村上デッドボールの後7番小川も近鉄先発入りからライト前に弾き返し、またまた2人生還、星野いつもはすまんと1回に4点を挙げて、なおも続く3回、二塁ランナーの高橋聡が中島のライト前ヒットでホームに爆走、キャッチャー古久保を97キロの巨体で押し潰し、ピッチャーの息に加えキャッチャーもノックアウト。そして4回、ランナー2人を置いて高橋聡が極めつけの13号スリーラン、この後もスタメン全員安打の猛攻で4回で大量11点を奪います。この11点を前の試合に分けて取っててくれれば6勝はしてるよと言わんばかりの星野は、新任の米田ピッチングコーチの前で近鉄を3点に抑え楽々完投、ようやく3勝目を挙げました。